はい、今回もですねメッセージをいただきました。高級石焼き芋さんからのお問い合わせでございます。まあ株についてですよね。で、一つの考え方として、株っていうのはその会社を応援したいから株を買うっていう考え方はもちろんあります。で、もう一つは自分のため利益を出すために買うっていう手もあります。これは株を買う目的は皆さん違いますんで、どっちなのかなってことになりますよね。で、私は以前株式会社ハローズというスーパーマーケットに勤務してまして、入社したと同時に自社株を買う権利っていうのがあったんですよ。で、私はですね、こう自社株を買える最大限を毎月毎月買っていました。で、退職するときにそれを全て、キャッシュアウトしたわけなんですけども、利確したわけなんですけども、上場もしてたんでね、かなり利益が上がりました。で、その会社を上場させるために私が会社の内部としてね、自分の業績を上げれば会社の業績が上がって株価が上がるっていう、もう守備一貫してるわけですよね。まあ、だからね、これはですね、会社を応援するという意味もあるし、利益を出すという意味もダブルの意味でやっぱりね変えたわけなんですよね。これが私の最初のね株経験でございました。もうすごい利益を出しましたね。すごい利益を出して、私も利確をねもうすごい金額しました。本当おかげさまでむちゃくちゃ儲かりました。儲かったんですけど、半年で麻雀でなくなりました。バカですね。まあということでですね、私は株っていうのがすごい可能性を秘めてるなという形で、考えています。ただですね、今私は FX が自分の腕の中にあります。 FX ね。で、 FX と株よく比較されるんですけども、どっちがいいのかっていうと断然 FX です。株っていうのはね、一つの会社にかけるわけなんですよ。ベットしてるわけなんですよ。会社って余裕で潰れますからね。で、業績なんてここはすぐ変わるわけですよ。 FX っていうのは上がろうが下がろうがテクニカルで利益が取れるんですよ。で、国っていうのは、FX っていうのは国ですから、通貨ですから、通貨がなくなったり、国が潰れる可能性っていうのは非常に低いと。特に、日本とアメリカ、このね、ドルと円っていうのが、じゃあなくなりますか？暴落しますか？暴騰しますか？まあ、いろんな値動きがありますけども、どっちにしてもテクニックさえあれば、利益が上げていけるんですよ。でも株っていうのは、株を買いました、売りました。空売りっていうのもありますよ。基本的には自分の所有している株が値上がりしなければ儲かんないんですよね。まあ、だからね、株の方が私はリスクが高いと思ってます。ただし FX の技術がない人は株一択になっちゃうんですよね。その中でイオン株をこの前ねお話したのはね、イオン株っていうのは今2000円前後なんですけども、これを100株買う、要するに20万円ぐらいを株を買うと、そのね 3% の値引きが受けれるんですよね、買い物するたびに。で、これを10回やると、1万円買った時に 3% ですから300円ですから、10回やると300円で3000円回収できるわけですよね。で、自分の手持ちの株を売れば、同じ株のね、取得単価と同じ金額出れば儲かるじゃないですかって話なんですよ。で、今回ね、この話をしたのは、このイオン株が必ず儲かりますよとか、イオン株がすごくお得ですよっていうことだけではなくて、投資話っていうと暗号通貨とかね、ネットワークビジネスとかね、なんとか商材とかってすぐに考えちゃいますけども、基本の基本はこういったリアルな株、証券会社の株、国が担保している株ね、皆さんが身の回りにある会社のもう通常売買されている株、これから始めるっていうことを考えていかないと、いつまでたっても不安ばっかりですよってことなんですよ。で、本当に確実なものがしたいんだったら株をやるしかないと思いますよ。そして FX ね。で、この2つをもうね、勉強するのが嫌だとかね、テクニカルの技術身につけるのがめんどくさいとか言って危なっかしい投資話にすぐ行くんだったら、それは損する可能性がものすごく高まるんですよ。で、そういったものに限って美味しいね、誘い文句があるじゃないですか。で、ネットワークビジネスにしても、ネットワークのその使い方も全く学ばずにネットワークビジネスの世界に飛び込んだりとかね、情報商材っていうのもありますけども、情報商材の見分け方がわからないのにセールスマンが言うことを鵜呑みにして買うとかね。で、儲かんなければ誰かのせいにして詐欺だとかね、なんだとか言うっていう、そういうね、その私から言わせればそのレベルの低いことをもうやめましょうってことなんですよ。もちろん発信者の責任もありますよ。発信者の責任もありますけども、発信者としてはこの言葉を使ったら大して調べずに買うだろうっていうふうに、要するに舐められてるわけなんですよ。悔しくないですかってことですよね。でも株っていうのは指揮法をはじめあらゆる側面からね公開されてるわけなんですよ。で、毎日売買ができると、もう資金のホールドとかないわけですよね。
だからむちゃくちゃやりやすいんじゃないかなと思うんですよ。でいろいろとお話しましたけども、ちょっと話まとめますよね。あの株っていうのとか FX みたいな伝統的な本当に入門編と言ってもいいぐらいのこの一番取り組みやすいもの、これをやらずしてもっと難しいのをやっちゃう、そのね考え方っていうのがまずはこう改革が必要だと思うんですよね。まあ、ですんで久保さん、なんか投資話なんか他ないんですかって言ったら、私は FX と株、これをねしつこく言い続けます別にイオンはたまたま出たんですけども、他の株だってあるわけですよ。ブリヂストンとかね、なんですかね、金棒とかね、うん、他にもまだまだあるんですよ。製鉄株とかね、JFE とかもいいと思いますよ。それこそ、メディアでもいいわけですよ。産経新聞とか、富士産経グループとかね。でもその話をしたら今度は、いやいやそういうんじゃなくてってなるじゃないですか。あの基礎を学ばないのに、なんでねもっと難しい情報商材とかネットワークビジネスとか暗号通貨とか行くんですかって、こっちの方が私はね危なっかしいと思いますよ。だからね、だから何だったら儲かるかじゃなくて、どんなものを自分が扱えるかってことをもういつもいつも見ていかないと、結局同じことの繰り返しだと思うんですよ。で私はね、例のやつっていうのもお話してますけども、やっぱりね多くの方が誤解されてるのは、これをずっとやりましょうって話じゃないよってことをねもう常に言ってるわけですよ。だから自分の目標利益が確保できたらすぐにやめるとかね、いうことをもうやめ時がすごく大事なんですよ。投資の4つの原則も言ってますよね。いつやめるのかってことも決めないといけないんですよ。いつやめるのか、やる前に決めるんですよ。それはいつからいつまでやりますとかね、いくらの利益を狙いますと、最大資金投入額はいくらですと、しかもそれは余剰資金です、そしていくらの負けが、もう負けを出したら撤退して損切りしますってことね、これを決めていれば、資金がなくなったり不安になる可能性っていうのは非常に低いのに、まあ多くの方がね取り乱しちゃうのは、私がね何度言っても私の言葉を無視して勝手なやり方をしてるんじゃないかなと思うんですよ。それはまあ最終的にはねご自身で判断して自分の責任でやるんだったらいいんですけども、うまくいかなくなった時に問い合わせてくるっていうのもちょっとこれはね甘えなんですよね。もちろん私は答えますし、ずっとそういうことでね切ったりはしませんよ、しませんけども、究極は私なんていなくてもできるようになんないと、何もかもビジネスも資金活動もその他のこともそうです。私どころかね、いわゆる情報商材とかネットワークビジネスとか、なんか怪しいセールスマンとかね、 YouTube なんか変な投資系 YouTuber とかが全くいなくてもできるようにならないと、資金の使い方とかね、自分の人生の使い方っていうのは結局誰かに頼るとか何かに依存するって形になって、搾取される可能性をね常にはらんじゃう、破綻の可能性を常にはらむってことになりますんで、目指すのはそこですね。かといってね今日すぐそうなってくださいってことはないですからね、誤解しないでくださいね。私もね、できるうちはお役に立たさせていただきます。いろいろと申し上げましてすいません、長くなりましたね。ということでね、なんか分かったような分かってないような回答になりましたけどもすいません。4株の件はですね、まあまあ買い物が楽しくなるそのぐらいのことでございます。私は近所にイオンがないんで使えないからちょっとね悔しいですけどね、はい。都会にお住まいの方とかイオンモールが近くにある方とかいいんじゃないですかね。イオン株買ってしばらく買い物楽しんで、でいろんな特典を受けながら、それからね適当なところでイオン株売却すれば、株の売却益とか売却損ではなくて買い物がすごくお得に楽しめるっていうことで十分なねメリットあるんじゃないかと思いますよまあこういうのを探していくのが株の買い方だと思います。私がイオン株のことを言ったら今度イオン株以外は見なくなっちゃうってことはないようにしてくださいね。イオン株ってあ株ってそうなんだ、じゃあ他のスーパーの株はどうかな、家電メーカーの株はなんか特典ないのかしらっていうふうにして基礎を固めていくんですよ。これは自分でできることですからね、情報は公開されてますから。またねなんかこんなのがありましたみたいなのね発見したらお互いにこうね伝え合う、シェアし合うっていうのはとてもいいことだと思いますけどもね。それでは以上です。